はい、それでは次のグループお願いします。おい、こら、真ん中見ろ、入り口、おら、あおれ、クソチキ、忘れたの痩せねえから、なおい、こら、福岡のトニーじゃ、僕、あ、てめえ、クソ、どうしてんねん、クソチキ、あ、バラバラしちゃけろ、お前男みたいな顔しやがって、これ。お前殴ったな、覚えてねえのかよ、これ。忘れたと言わせねえぞ、おい、これ。くそ、止めんなよ。おい、うわ、あいつ、これ手出しちゃうんだろ。なんで俺だけ止めんだよ。本当の殺しをしてたんだ。何を殺したかね、お前。何これ、殺せ、うるせえやてめえ。何殺しをしてたんだ、俺。あんちゃんが何かしかねえけど、俺が息してたよ、お前。来いよ、俺。何殺すんだ、上等だ。何が出てたんだ、俺。上等だ、うるせえ、お前。ペンチが何かか知らねえけど、お前。お前、血だらけにしてるよ、お前も血だらけしてたよ。バンさんがあんなに取り乱すところ、感情的になるところ初めて見ました。どこの誰だかよくわかんねえなってのなんだとてめえ。思い出したよ。誰だお前、くっせよ。自己紹介お願いしてもいいですか。はい、九州喧嘩島対抗戦にもいたトニーじゃん。記憶ねえぞおめえよ。俺は対抗戦に呼んどいてよ。お前どういうことか知らねえけどよ、お前何集合時間より先に始めてんだよ、これ。ふざけんなよ、これ。知らねえよ、お前。なんだよ、なんだとてめえ。お前福岡代表、お前負けてんじゃねえか。あ、お前俺を選ばなかったから福岡負けたんだよ、これ。そうか。あ、なんだとてめえよ、これ。殺すぞ、お前。なきや、靴掃除じゃ。あ、靴折るぞ。なんだとてめえ。だからなんだよ、俺。誰来てだよ、俺。あ、壊したよ、俺。どうすんだ、お前、マッシュ。パンチすんなよ、お前。俺とやれ。あ、で、次の方どうぞ。はい、静岡県焼津市から来ました、市議会議員をやっている石原隆之です。ここに来た目的は、自分も昔相当やんちゃしてまして。お前、お前何過去の栄光に浸ってんだよ。栄光じゃねえ。くそ、やる気あんのか、おい、これ。怖い、こっち人生かけとんじゃん。まで売名できたらお前消えろ。うるせえんだよ。なんでね、おい、これ。あ、福岡なめんなよ、これ。クソがターザンみたいな見た目しやがってよ。サングラス外せ。あ、うるせえ、お前。サングラス外せよ。おい、井上、おい、やめろ。おいや、これ。あ、何よ、お前。やんのか、俺だ。あ、なめんなよ、これ。殴れねえんか、お前。殴れるよ、お前。来いよ、おい。あ、来いや、お前が来いよ。来いや、お前が来いや。やらしてもらっていいですか。変わってもらっていいですか、こいつ。おい、俺が代わりに来てやるよ、お前。おいおいおい、そら、そら、来てるもんね、お前。あ、そこを試合決定しますか、じゃあ。やろうぞ、お前。そう、俺、お前みたいに喋れねえからさ、喧嘩しかできねえんで。あ、そう、じゃあ、拳の方にやろうや。あ、それでいいよ。いいよ、やってね。やらせてください、こいつか。お前、殺すんだ、こいつ。お前、殺してやるな、お前。おい、来い。さ、俺の前見てるか。あ、お前なんかオーディションで俺にビビっとったけどよ。まあ、本当はお前、バラバラにしちゃうけど、お前。あ、タブナみたいな見た目しやがって。森に帰れ、ザコが。次の方お願いします。はい、普段ゆりくんとかテンジムさんとかのトレーナーやってます。ブレイキングダウン、まあすごい盛り上がってて、まあ、前回大会も見させてもらったんですけど、あそこにいるね、樋口がね、試合がつまんないんで。え、俺言ってんの、お前。うん、そうだよ。自覚あるんでしょ。お前絶対喧嘩したことねえだろ。おい、 MMA でやるか。じゃあ、あ、いいよ、やってやるよ。キックだと怖いんだろ。俺喧嘩だから。ああ、スポーツじゃないから。だからキックルールできないでしょ。ああ、お前足け、あの、切ってやるじゃん、お前。ああ、切ってみろよ。 MMA2 年って書いてありますけど。あ、そうです、昔 MMA2 年ぐらいやってました。で、僕打撃得意なんで、まあ、全部タックル切って殴り倒してやろうかなと思ってます。まあ決めますか。じゃあ総合でできる人を探すの多分難しいと思うんで。そうっすね、はい、MMA でいいです、喧嘩なんで。じゃあ決定で。顔はパカッとしますよね。
性的に嫌いっていうか、まあ、金髪ゴリラとゴロゴロする気はないですね。おい金髪ゴリラ、お前殴り倒してやるから覚悟しとけよ。あんな筋肉必要ないでしょ格闘技に。彼は多分売名で出てきたんですけど、もう自分は そんなんじゃないんで、人生かけてる。本当にアウトサイダーでやってきたって誇りもあるし、あんな奴には負けたくないよ。以上っす。ブレイキングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。現在チケット販売中。詳しくはコメント欄概要欄から。前回に引き続き全国の喧嘩人生、我慢の限界がある。こっちにも座りください。お前調子乗んなよマジで。あ、一回座ってもらっていいですか。いやいや、おかしいだろ。あ、お願いします。しよう。あ、ちょっと時間押してるんで早めに。やってんなこれ。ふざけんなよマジで。次食べたいとかあるんですか。ちょっと一見君とリベンジしてほしいっていうのはあるんですけど、そのまだ正直勝てないし、しっかりしてるな。俺は一番いいマッチメーカーあるよ正直。これはもうこの動画で言ってちょっとオファーします。12ネギ VS 溝口さん。俺が溝口さん誕生日っていうこと知ってるんで、全力でリングの上でお祝いしたいなって思ってて、で、まあ、本も出すんですよね。で僕が負けたらその本を全力で手売りするんで。そうかそうか。僕勝っても別に何もいらないんで。俺と試合してもらえませんか。どうすれば回避できますか。まあ俺か十二日記か。ふざけんなよ。ふざけんなよ。どっちかっす。俺の方が強いよ。なんかさ、この間勝ったけどさ、山川翔太 VS 超十二日記2ミドル級ワンマッチ、クルールアンダー82キロ。差し入れたのは、ジェーン！この左を刺した。俺と特攻隊長だと全然申し訳ないけど、実力違いますよ。いや、全然練習してるんですか。いや、練習するまでもないだろう。練習しちゃったら勝負になんないよ。一回、ちょっとやってみる。何を今何すんの。ちょっと盛り上げましょう。何すんの。もう靴下脱いで。あと革靴だもん。何すんのよ。何すんの。これ機嫌悪いよ正直。マジで機嫌悪いよ。俺別に何もメリットないから。どうする。ハハ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 。しよう。キックルールで。キックルールだったら負けないよね、はい、お願いします。これさ、
マジックから1ヶ月半人生で一番忙しい日々が始まるんですけど。じゃあ100冊売ります。200冊売るんで。マジで。まあ試合決定でいいっすか。いいんじゃない。しよう。どうしたんですか。俺とやろうやります。いい。10回大会俺とやる。俺と。いや、ちょっとアドレナリン出て判断間違えてない。いや一回さ、朝倉未来ですよ俺。仕上げてでもまあ覚悟を決めました。まあ、11月23日はブレイキングダウン10のメモリアル大会ですし、誕生日ですし、僕が人生で初めて出す本の出版日ですし、負けたらね、人生最悪の日に変わっちゃうんで。だから12日記絶対に KO 勝ちます。あ、もうなんか失神させて、で、タンから運ばせて、その溝口さんの人生初の病院で誕生日を過ごしてもらうと。はい。その溝口さんも俺結構めちゃめちゃ身長高いイメージあったんですけど、意外とそんな身長差なかった。あとは技術でご了承していこうかな。おでん戦の時ぐらいじゃないですか、ブレイキングダウン7の時から練習してたんで、それぐらいから覚醒して長になって2になったっていう感じですか。だ僕はやっぱいずれは CEO、 もうそこまでいったらもう映画じゃないですか。溝口さん倒して、日経君倒して、飯田さん倒して、で俺は CEO になる。ブレイキングダウンとゲームアプリ剣国の最大のコラボイベントが始まります。このイベントに参加することで Amazon ギフトカードなどを含む総額3000万円相当が当たる懸賞に参加することができます。3000万はやばいっすね。結構本気度が伝わるというか、こんな大盤振る舞い次いつあるかね、分かんないので、まだの方は今すぐアプリをインストールしてください。ブレイキングダウン公式アプリ、ブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像を配信。公式アプリの VIP 会員をお試しするとペーパービューチケットがどこよりもお得に。はい、今回なんですけど、ブレイキングダウン軽量級、最強を決めるということで、ブレイキングダウンのチャンピオンベルトを作りました。ブレイキングダウン10でトーナメント1回戦を行おうかなと思ってます。今ひな壇にいてもらっている4名は今までの実績を考慮して参戦確定ということで、僕が多分一番身長も体重も低くて軽い方なんで、逆にここで勝ったら一番強いと思ってるんで。僕からしてみたら、俺が今一番やりたい相手が富澤さんで、視聴者の方が一番見たいと思ってるのが隣にいるトランスケ君で、正直この2人しか今興味がない。しっかり俺がこのトーナメントで圧倒的に優勝したいと思ってます。 Twitter とか、SNS 上ですごいこう誰々とやってとか、誰々にビビッと逃げとみたいに言われるから、まあそういうことも言われないようにこれでしっかり俺が一番強いってこと証明できるから、まあそれがすごい楽しみ。負けるとか勝つとか、なんかもう僕はそういう次元の話をしてると思ってないので、もう求められてるのはそれ以上の試合内容、勝つのはもう大前提です。8人トーナメントやるんですけど、残り 4名を今からこのオーディションで、14人の中から決めたいと思います。じゃあトーナメントの参加者ご入場ください。
どうぞ空いてるところからでいいですよ。でここに集まってもらった、選手たちは、過去のオーディションに落ちたりはしてるんだけど実績のある選手だけを固めたので。4グループですね。4-4-4の最後に、それは昨日天狗で戦った俊三君とさっきあの喧嘩自慢で戦った伊原君。でもイケイケで面白いね。あの伊原バンタムトーナメント入れます？このまま出しちゃいます。特別出場2人で戦ってもらって勝った方が本物出進出です。今日2試合勝ち抜いてトーナメントにぜひね出場してもらいたいと思います。お願いします。じゃあトーナメント発表しますか。山川聡輝さん、はい、菊池さん、あ、はい、西村さん、末吉さん、はい、第一グループはこの4人から2回勝った人がトーナメントに選出されます。カズキングさん、はい、大橋さん、はい、藤田さん、はい、久永さん、正宗さん、はい、高橋さん、渡辺さん、お秋元さん、はい、最後第4グループは先ほど試合を終えた伊原さん、 9.5 で戦った俊三君、はい、はい、この14名から4人決めたいと思います。じゃあ準備お願いします。オーディションが始まってから僕は出させていただいているので、第2の朝倉未来を見つけたいっておっしゃってたので、ここで自分自身がその第2の朝倉未来になれるようにこの場に来ました。プレー憲法7年で全日本チャンピオンというキャリア的に今有利なのかなと思ったんですけど、僕がブレイキングダウンに出続ける理由、山倉の右あと10秒プライドを掲げる、応援してくれる人が増えたことですかね。熱意高く頑張れって言ってもらえることがすごい増えたし、本当に感謝と嬉しさで今いっぱいですね。優勝ですよ。てっぺん目指して突っ走ります。はい、アクションブルー、アクションブルー、ブルーコンタクト、アクションブルー、ブルーコンタクト、
青逃げない、服つかまない、赤ブレイク、ブレイク、ファイト、ハイストーン。今はい、さあ、ルーシブに行こう。ブレイク、ブレイク、テイクダウンしない、テイクダウンしない。はい。30、もっと前で乗るよ、選手。ゴーゴー。立って、はい、もたび時間ないですよ、10秒アクション上げ、ブレイク、はい、タックルしない、ブレイク、タックルしない、はい、はい、ウィナー、じゃあ山川君と決勝か。はい、アクションブルー、アクションブルー、アクションブルー、ヘッドバッティングしない、ブレイク、組に行かない、組に行かない、はい、ナイス、いや、パンチ、いや、当たるよ、今ないぞ、いいよ、ソーキー、ナイス、ブレイク、はい、前に出る、前に出る、はい、出た、残り10、ラスト10秒、ブレイク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 、はい、前に出る、お互い、はい、それまで、みんな、トーナメント出場決定です、ありがとうございます。あそこにいる実力者、バンタム級本当に人数が多くなってきて色濃い中、あいつら全員食って一番取ってやります、よろしくお願いします。集大成だと思うので、ここででっかい人柄を探したいですね。まあ、正直自分前回富澤さんのオーディションで呼ばれてるんですよ。自分はブレイキングダウンに命救われました。輝いてる選手たちいっぱいいるじゃないですか。だから俺はああなりて、俺もああなりてっていうすごい影響力あると思うんですよ、あの人たち。だからあの人たちをぶっ倒して俺もそういう人間になりたいです。他じゃダメなんですよ、ブレイキングダウンじゃなきゃ。めっちゃ熱い、好きだな。誰とやるか決めました。小川来いよ。でその時に富澤さんに言われたのが、まだ俺には勝てない、お前が強くなってきたら来やっか。じゃあ強くなってくるからその時は逃げんない。ああ、頼むよ、待ってくから一度も来いよ。
もう一回挑戦してこいって言われたんで、まあそれに対する伏線なのかなっていう。自分が活躍して勝ち続けるのはダメなんですよね、ブレイキングダウンじゃないじゃん。まだまだ夢を追い続けてますし、看板選手になりたいです。いつか日向に座れるように。夢を大きく、第二の朝倉兄弟を目指して、応募させてもらいました。はい、どうや、はい、あと、マサブレー The winner is Blue Corner マサブレーはい、頭気をつけてね、赤、青か。はい、ゴー、ファイト。
あ、頭気をつけてね。頭気をつけるよ、頭から入らないよ。残り30、あのダブルシルでいくよ。30、あと30秒。喧嘩バトルロワイヤルのシーズン4で、アンプルケア軍団の一員として優勝させていただきました。ここにいる誰よりも面白い殴り合いができるのかなと。彼いい殴り合いします。うん、試合あの僕も見ました。ありがとうございます。とても面白い試合だったなと思いました。秋元優也、おー、いいパンチ。これを振ることができる。あと10秒待ち。2つ勝ちまして、勝者、秋元優也。次、オーケー、オーケー、はい。誰でもいいから殴り合い、団地面だったら蹴ってきてよ。お前なんかパンチで一発だよ。蹴らなくていいよ。お前なんかお前なんかパンチだけで十分だろ。俺やりたい。俺やりたい。お前もいいね。あんなガード下げとったら俺の右バー入るよ。上げない。大丈夫、上げない。大丈夫。あ、やろう。砕けるよ顎。あ、やろうやろうやろう。じゃあこれ。ブレイキングドリームつかみたいね。俺ね、ナマラオグちゃんのうまいと思ってるの。マリアロで飛んでくるとそう、ノーアウェイという作戦かとそう、あと
とゆっくらついたかどうか。水が入ったね。ボディパンチ。あの伊原バンタムトーナメント入れます？このまま出しちゃいます。特別推薦。伊原くんいます？伊原くん この後もしあれだったらバンタムのトーナメント出る？出るか？怪我してる？いけっか？ミグル的には見たいって。いけっか？本戦決まったんですけどダメージ負っちゃった。でもみんないけないんだったら。いいんだよ、お前だけでもいけよな。お前は逆に結果残せ。これでチャンス掴むしかないっすよ。いけ？いけるか？これチャンスだよ。いけるか？行くぞ。じゃあ気持ちよく行くって返事しろ。行きます。じゃあこのまま残って。お願いします。いいんだよ、その悔しさバネにすりゃいいんだから。気持ちよく戦ったのに気持ちよく帰るぞ。トシケ、トシケ落ち着いて。おいしそう。落ち着いて。はい、まっすぐ当たるよ、まっすぐパンチ当たるよ、絶対。はい、もっと力入ってるぞ。細かくいけ、細かく。大振りやから見える。早振りしば、早振りしば。ブレーアクション。コシケ、はい、大振りやぞ、スタート、ゾーン、ゾーン、ナイス。レイ、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 はい、見えてるわ、もっとゾーン入ってる、ゾーン入ってる。ゴー、ゴー、ゴー、ゾーン入ってるわ。うっ、お前はい、ブレイク、ブレイク、攻撃しない。はい、足から、足から。10秒。はい、ブレイク。はい、組まない、組まない、ブレイク、ブレイク。はい、ゴーゴー、頭気をつける。あったん、何があったんだ。いいから、いいから。はい、ちょっと、もう一回30秒。はい、もう一回30秒いきます。深呼吸、大きく。相手疲れてる。いくよ。はい、はい、30秒。ブレイク、ブレイク、ブレイク。はい、手かせ。そうそうそう。おい、ちょっと、はい、なんで。はい、行け、もう行くしかないね、行くしかないね。赤出ろ。行けって。取り返せ、取り返せ。取り行け、30やぞ。バッシュ、バッシュ。はい、ブレイク、ブレイク。はい、離れて、はい。よし、大丈夫だぞ。ノー、バーン。てめえら首洗っとけ、クソ野郎。おい、虎之助、てめえ俺でやれ。なあ、お前喧嘩自慢だろ。なあ、俺も喧嘩自慢から上がってきてんだよ。黙る。なあ、お前がやれ、俺と。黙る。開けとけてめえ、クソ野郎。黙れ、陰キャ。してっから、てめえ、腹痛やろ。お腹痛くなる、お前、準備しとけよ。ボーゲ。6番カズキングさんかな。8番8です。秋元さん。お、5番。ここじゃあ試合決定ですね。1回戦目。いや、もう最初からぶっちゃけもうひな壇メンバーとやりたかったんで、まあ一回こう挟むんでダリーなっていう感じですね。私ゲーム悪いけど。お、7番。
おお。これは、あ、ここど虎之助一発目でぶっ飛ばしたかったから、ちょっと役者不足。僕の方が全然強いんで、そこだけに言うと俺が多分優勝しちゃうと思います。根性でどつき合える面白い試合できるんじゃないかなと思います。本当にもう、不在となしの勝つのは前提ですけど、僕の方も曲げる気もないし。これ、いきなり最初の4人ぶつかりますね。2番お、3番4番僕と西島君の空手は、レベルが全然違う。このブレイキングダウンの中でも格の違いを見せてたなと思ってます。僕が団体の級のチャンピオンになります。僕の方がパンチに対して対処だったりコンビネーションだったり僕の方ができてると思ってるんで、まあ、しっかり敬意を込めてぶっ倒しに行こうかなと思ってます。じゃあ富澤選手は1番ですね。トラースケ富澤どうか膝入ってますか。ボディに膝が入った虎之助、膝をついたまま10秒経過。富澤大地ブレイキングダウン。また勝つだろうなっていう感じです。勝って当たり前って言われる試合だと思うんですけど、まあ、それを勝って当てればいいにできるのが、まあ、僕しかいないと思ってるんで、全員ぶっ飛ばすからね。俺は試合は本気だからね。これだけは本当に覚悟して置いてるんだったら迎え合ってください。まあ、事実上自分の中で決勝かなと思ってます。10秒で俺のことを倒したんで借りは返さないといけないですよね。同じぐらいの痛み苦しみ、まあ、それかそれ以上か与えないと自分の気が済まないんで、やられたらやり返すって感じですよね。ブレイキングダウン10、じゃあ11月23日この4カード決定です。 This is a late show。ブレイキングダウンイレブンオーディション応募開始。応募期間は11月3日から11月17日まで。概要欄から今すぐ応募。ブレイキングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。購入者特典も充実。 VIP 席購入者の方は限定アフターパーティーに招待。さらにペーパービューチケットも販売開始。詳しくはコメント欄、概要欄から。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブでは、喧嘩自慢決定戦での裏側、アプリでしか見られないコンテンツを配信。公式アプリの VIP 会員をお試しするとペーパービューチケットがどこよりもお得に。ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもお気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン10は剣獄のほかメテオ、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。